はい、こんにちは、チェチェチャです。新型任天堂スイッチ、任天堂スイッチ有機 EL モデルが2021年今年の10月8日に発売することが発表されました。以前から新型が出る出ると言われてましたが、ようやく来てくれました。ということで今回は従来型と新型の何が違うか、またどういう人におすすめか、情報をまとめて共有したいと思います。従来型と新型の違いは大きく分けて8点あります。従来型に比べて新型の変更点一覧がこちら。以上8点、一つずつ解説していきます。まずは1つ目、画面が大きくなり有機 EL に。従来型と新型の違いがこちら。大きさは従来型が 6.2 インチに対し、新型が 7.0 インチと従来型より画面が大きくなっています。画面は大きくなるんですが、画面の縁が細くなるので本体の縦と厚みは変わらず、横の長さも 3mm しか大きくなりません。ゲームが映る画面はかなり大きくなるんですが、大きさがほぼ変わらないのはすごいですよね。さらに有機 EL ディスプレイが搭載されています。有機 EL ディスプレイとは何ぞやという話をしたいところなんですが、掘り下げて話すと長々と語ってしまうので、分かりやすく簡単にメリットデメリットを解説します。有機 EL ディスプレイは従来の液晶ディスプレイに比べ、大きなメリットが4つ、デメリットが1つあります。メリット1つ目、映像が鮮明になります。黒がより黒く表現できるようになるので、映像がはっきりくっきり見えるようになります。メリット2つ目、消費電力が少なくなります。従来の液晶ディスプレイは画面をすべて光らせる処理があるんですが、有機 EL ディスプレイは黒い部分を発光させないなどの特性があるので、その分消費電力を抑えることができます。このおかげで内蔵バッテリーは変わらないまま、従来の任天堂スイッチよりディスプレイの大きい新型スイッチでもバッテリーの持続時間は変わらず、約 4.5 時間から9時間で保ててるのだと思います。メリット3つ目、映像が滑らかになります。従来の液晶ディスプレイは電圧をかけて分子を移動させるという工程があるのに比べて、有機 EL ディスプレイは発光体そのものをつけたり消したりだけでいいので、映像が滑らかになるんですよね。とはいえリフレッシュレートが高くないゲームだと、実は肉眼だとそこまで変わらないと感じる方も多いんです。見比べると違いが分かってくるかもなんですが、スイッチのゲームだと正直言ってそこまで大きく変わらないのではないかなと予想しています。とはいえ全然変わる可能性もあるんで、これに関しては実際に来てみないと分かんないんですけどね。メリット4つ目、視野角が広くなります。視野角というのはディスプレイを斜め方向から見た時に、どの角度までであれば正面から見た色合いと変わらずに見えるかという視野の広さの指針となる角度のことです。要するに斜めから見てもその画面が変わらずに見れるかどうかっていう話なんですけど、画面を斜めに置いて遊ぶっていう方はそこまで多くはないと思います。なんですがテーブルモードで複数人で遊ぶという場合は結構斜めから見る方も多いと思うので、そういう場合はメリットになります。そしてデメリットが1つ、これね結構大きいんですが、焼き付き現象が起こる可能性があるんですよね。焼き付きっていうのは簡単に言うと色がちょっとディスプレイに残っちゃうことです。実際になってもそんなに目立たないことも多いんですが、白背景の場合は結構気になったりします。従来の液晶ディスプレイはリセットする方法もあるんですが、新型の有機 EL ディスプレイは焼き付けを起こしてしまうと修復方法がありません。なのでスイッチの設定にあるスクリーンセーバー、これを必ずオンにしておいた方がいいと思います。有機 EL ディスプレイのメリットデメリットについては以上です。続きまして変更点2つ目、有線 LAN 端子が付属になります。従来型の任天堂スイッチを有線 LAN 接続するためには別売りの USB 有線 LAN アダプターが必要だったんですが、新型モデルには任天堂スイッチドックに有線 LAN 端子が搭載されました。単純に別売りのものを購入する必要がなくなったっていうメリットもありますが、それよりも何よりも通信速度が速くなるというメリットが大きいです。例
というのも実は任天堂スイッチドックの背面にある USB 端子、これね青色なので USB 3.0 っぽいんですが、現状 USB 2.0 で動作しています。 USB 3.0 だと転送速度が最大 5Gbps 出るんですが、 USB 2.0 だと最大で 480Mbps なんですよ。 5Gbps は 5000Mbps なので最大速度ではありますが、単純に10倍以上違います。 Nintendo 公式ホームページでは今後のアップデートで USB 3.0 に対応する予定と声明はあるんですが、この声明があったのが2018年だったはずなんですよね。3年経った今もまだアップデートが来ておりません。ちなみに外付け SSD もアップデートで付けられる予定との声明があってから3年以上経ってます。なのでこれずっとアップデートが来ない可能性が割とあるんじゃないかなと考えてます。でこの付属の有線 LAN 端子、多分なんですけど最大速度 5Gbps 出るんじゃないかなと思うんですよ。いろいろ調べてみたんですが発表されてないんです。少なくとも USB 2.0 で接続するよりは速くなるものかと思います。 480Mbps でも十分ではありますが、例えば FPS ゲームをしたりとか、ダウンロード版のソフトのダウンロードをよくするとか、あとは大型アップデートがよくあるゲームですぐに遊びたいという方にとっては有線 LAN 端子がついた新型が気になるとこですよね。ただ実際どのぐらい出るかまだわかんないので、ここだけで選ぶっていうのはちょっと危険かなとも思ってます。続きまして変更点3つ目、本体保存メモリーは新型が2倍に。従来の任天堂スイッチの本体保存メモリーが 32GB なのに対し、新型の任天堂スイッチは 64GB あります。これはダウンロード版をよく遊ぶ方だと願ったり叶ったりですよね。 SD カードも挿せるんですが、現状どれだけいい SD カードを挿したとしても本体に保存するよりロードが早くなることはないんです。 SD カードだと結構遅くなる場合もあるんですよ。いい SD カードを買えばロードの差は本当に僅差になって気にならないんですけど、いい SD カードは高いので買わなくていいならそれが一番ですよね。私もできればダウンロードゲームは全て本体に保存したいと思っております。変更点4つ目、新型の方が 22g 重い。従来の任天堂スイッチが約 398g なのに対し、新型の任天堂スイッチは約 420g と約 22g 重くなってます。持ち運びの際に若干重くなりますが、まあこれは若干ですよね。変更点5つ目、価格差。従来の任天堂スイッチが税込み 32,978円なのに対し、新型の任天堂スイッチは税込みで 37,980円です。これなんで値段が上がったかというと、有機 EL ディスプレイが液晶より高額ということ、また本体メモリが倍になっていること、この2点だと思います。ただね、5000あればソフト1本分買えるのでなかなか大きいですよね。ただ高速 SD カードを買うつもりの方であれば全然トントンではあると思います。変更点6つ目、自由に角度を調整できる背面スタンド。従来の任天堂スイッチは固定式のスタンドだったんですが、新型の任天堂スイッチはフリーストップ式のワイドスタンドになってます。フリーストップ式っていうのはどの角度でも調整できるスタンドのことで、本体全体をしっかり支えるワイドなスタンドが採用されてます。なのでテーブルモードで遊ぶときはかなり便利です。変更点7つ目、新型はスピーカーが新しくなっています。新型では携帯モードやテーブルモードでのゲームプレイを従来型よりもクリアなサウンドで楽しめるとしています。携帯モードやテーブルモードで音声を重視する方にはいいですよね。変更点最後8つ目、カラーバリエーション。従来の任天堂スイッチはネオンブルーレッドとグレーの2色展開だったんですが、新型任天堂スイッチはネオンブルーレッドとホワイトの2色展開になります。グレーの代わりにホワイトになりました。グレーもね結構ねいいデザインだと思うんですけど、ホワイトも可愛くていいですよね。これは好みが分かれそうです。変更点は以上です。続きましてどういった方におすすめか。
まず大前提としてお財布に余裕がある方ということが挙げられます。ゲーム機本体決して安いものではないので、ホイホイ買い替えることは普通できませんよね。その大前提があった状態で購入をおすすめしたい方がこちら。新しく購入またはスイッチライトからの買い替えを検討していて、10月以降まで待てる方、携帯モードやテーブルモードを中心で遊ぶ方で音や映像を重視する方、ダウンロード派で本体容量を増やしたい方、インターネット速度をめちゃくちゃ重視する方、以上4点です。まあ、上2つに関してはまだわかるんですが、3つ目に関しては、まあ、正直 SD カードを継ぎ足すだけでいいんじゃないかなと思ってます。さらに4つ目に関しては、今後のアップデートで USB 3.0 にが来るかもしれないですし、速度が実際どのぐらい出るかわからないので、絶対におすすめできるとは言えないんですよね。そして逆に新型スイッチをおすすめできない方としましては、テレビモード中心で遊ぶ方、すでに持っていて現状容量など含め困っていない方、すぐプレイしたいゲームがある方、安く購入したい方、テレビモードで遊んでる方だと正直ね、あんまり変わらないんですよ。これ勝手な妄想なんですが、新型スイッチがテーブルモードと携帯モードに特化してる理由、これはね、巣ごもり需要かと思ってます。普通ご家庭にテレビって1台しかないじゃないですか。その状態でテレビを独占してしまうってなると、やっぱり品種を買ったりとか時間制限設けられたりしちゃうと思うんですが、テーブルモードで十分に遊べる状態であれば気軽に遊ぶことができるので、そういったご家族の方向けに開発を進めたんじゃないかなと思ってます。ただね、この新型スイッチしばらくまともに購入できないんじゃないかなと予想しています。どのぐらいで手に入るようになるかは分かりませんが、現状通常のスイッチすら入手が困難なので、かなり待つことを覚悟しておいた方がいいかもしれません。ちなみに私、完全ゲームダウンロード派で、本体容量がね、もうすでに全然足りてないんですよ。さらにテレビモードだけではなく、テーブルモードでもよく遊びます。なので、今回の新型スイッチは買い替える予定です。予約できればいいなぁ。ということで、新型任天堂スイッチ、任天堂スイッチ有機 EL モデルについて情報を共有しました。役に立ったよっていう方は高評価ボタンのポチをお願いします。また従来の任天堂スイッチと任天堂スイッチライトの比較動画も出しておりますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。またどんどん任天堂スイッチやゲーム機に関する動画も出していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。Thank you.